私たちはもともと印刷会社ですですから印刷物をすってお客様にお届けするだけではなくてそれをお客様が届けたい先まで私たちは仕事にしていく今あ準備をしてますその時に郵便局がやる仕事を私たちが例えばああいう順で持っていくと向こうで行き先別に変えなければなりません それを私たちが行き先別順に、配達局別順に並べて、縛って割りふをつけて持ち込む、それも、えー、配達する場所に持ち込むと、大幅に割引が効くことがあります。そのような、えー、価格表だとか、えー、ルールもおーなかなかその場にならないと見えることができません。例えば、ここに今、えー、DM があります。 え封筒を使わない DM の一つの例ですが、えー、今 A4 サイズものり、えー、を縁につけて、えー、ビシビシビシッとこう開けるものがあります、えー、そのようなものも営業マンがいつも価格表を持ってるといいわけですけど、えー、たまたまその時持ち合わせないと商談に、えー、いすることがあります、えー、例えばこれだったら2万部で、えー、郵便料金も混んで81円 紙代、代、印刷代それから、えー、バルぐ仕分け持ち込むすべ、えー、て混んでこの値段でできる例えばそれはいくらでできるかなっていうとそこに今度は仕切り価格がこう出てきて76円でできるよとこんなものを営業の方たちが持ち歩くことによって会社の問い合わせ問い合わせされた方も そこで他の仕事をしているわけで、えー、それを問い合わせられるたびに、仕事を止めて、えー、その仕事に当たる、えー、またあ元の仕事をやるという効率があるわけですけど、えー、そのような情報を、えー、このような端末の中に入れておくことによって、えー、問い合わせの頻度がなくなる、問い合わせられる方も仕事に集中できる。えー、これは 実はプレゼンテーションのパワーポイントも入りますしそこに動画も入りますから、えー、商品を、えー、お客様にまだ勉強が足りない人も、えー、何回か何回見てからお客様にお持ちすれば、えー、ベテラン営業マンと同じようなあーセールスのお話ができると思います。このような動画を使ったりそれからあ モバイルを使ったデータベースを使うことによって、えー、効率のいい営業活動もしくは印刷物から動画を出ることによって後で、えー、ぜひ、えー、ご覧くださいっていうふうに営業マンが、えー、説明しても今相手様は他のことで頭がいっぱいの時には話が頭に入りませんその時にそういえばなんかあ面白い話だったなあれはと思った時に、えー、スマートフォンで。 見ていただければ、えー、説明したい情報がそこに入ってくるこのようなインフラが今たくさんあります、えー、そんなものと動画と組み合わせることによって、えー、今残業訴訟というのが結構ちまで多く、えー、問題になってます、えー、残業を減らすというか残業訴訟にならないためには残業を減らすこと また残業ゼロにすることそんなことも私たちはお客様に提案をし続けております。